というと、この子たちが風を食べる生き物だからです。このアニマルスシアネンシスはテオの作ったこのビーチアニマルの歴史の中で最も大きなアニマルとなります。そしてこのシアメシスには頭と尻尾がございます。皆様どちらが頭でどちらが尻尾だと思われるでしょうか。頭があちらになります。頭があっちで尻尾がこちら、そして大きな胴体となります。それでは翼の状態にご注目ください。この羽は今強風が吹いていたり嵐の状態であることを想定して閉じてあります。そして適度な風が吹くようになると、その風を食べようとして羽を広げます。それではその様子をご覧ください。このように広げた羽で空気を、風を食べるわけですが、頭の方から吹く風をこの羽を羽ばたかせて食べます。この会場内では風を起こすことは難しいため、スタッフの手によって行います。ご覧ください。このように羽を動かして風を垂れます。そして風をこの背中についているペットボトル、この子にとっての胃袋です。このペットボトルに溜めていきます。そうして溜まった空気をエネルギーとしてこの子は動き出します。そしてこのように胃袋であるペットボトルを備え